こんにちは、ナンショ作家の田崎健太です。今日のリーチャンネルは開幕して1ヶ月以上経ち、まあ今季の流れも見えてきた J リーグの試合を踏まえて、リー・クニーデさんにお話を聞いて伺っていきます。先日リーさん、J2 のジェフユナイテッド市原千葉の試合をご覧になったそうですけども、監督が教え子だということですよね。なんかね、何ですみんなか？教え子って言うとね、僕は構わないんだけど、相手が嫌がんじゃないかなといつも思ってて、もう大の大人ですから。まあね、うん。小林義行監督ですよね。ねえ。まあ、ジェフ千葉というのは日本リーグ時代の名門クラブで、古川電工を祖とする J リーグクラブなんですけど、オリジナル10ですよね、最初の J リーグに入った。ああ、そうですね。まあ、2010年に J2 に降格して、それから一度も昇格してないと。で、まあ、近年は2020年から、トスヤセレッソの監督だったユン・ジョンファンさんが監督だったんですけども、まあ、低迷して昇格できず。そこでヘッドコーチだった小林義樹さんが今季から監督になりましたと。これ、西さんと小林さんの関係っていうのはいつからなんですか？中学彼が3年の時に、僕がたまたま彼のゲームを見てて、桐蔭に勧誘したところから始まるんですね。西さん当時桐蔭の監督でしたよね。もう結構やられた時期ですよね。で、大宮 FC と言ったかな、確か。埼玉ですよね、彼はね。埼玉。中学生の勧誘ってね、すごく豊作の年もあったり、不作な年もあるんですね。で、やっぱり桐蔭って学力がすごい高いし、部員が10人しか取れないし、年間10人ですよね。年間10人でね。で、一般の学生がほぼ入れないんで、まあ、全部ダメだということじゃなくてね。やはり、進学校で大学目指そうというところで入ってくるんだけども。一般入学の学生はサッカー部に入らないってことですよね。入らない、入れないっていうか、まあ、お互いに話し合ってうまく、やりましょうっていう子は、まあ、たまにいるんだけどもね。勉強しながらサッカーするってことですね。全くゼロではない。リさん、小林義行さんの、目についたのはどういうところなんですか？だから、あんまり豊作の年じゃない年って言っちゃ失礼だけどね。たくさん、こう、選手がいるような年でもなかったんだろうかな。で、どうしようかな、もうそろそろ帰ろうかな。で、実はこれ、白馬っていうところで、中学生の大会があったんですよ。クラブ長野県長野県の白馬。はいはいはい、で、真夏に涼しいとこでやるってないんだけど、まあ土のグラウンドで。で、こうさらっと見てるんだけど、もう今年はいないのかな、ここの場所ではと思ってて、じゃあこのゲームだけ見て帰ろうかなと思ってたら、大宮 FC っていうのかな、名前合ってるかちょっと微妙だけども、で、面白いことやった子がいるなと思って、もう一回見てみようかなと思って、もうワンプレイ見ようかなと思って、また面白いことやるなとかね。面白いことってどうですか、リーさんに。感覚的なことなんで、文章化するのはすごい難しいんですよ。この子面白いなと、いいプレイしたなと。じゃあ、いいプレイ。いいプレイしたな。もう一回できるかな。でも大体の子は、もう一回見ると、ダメなんだよね。まあ、だから、たまたま偶然でいったってことですよね、いいプレイ。そうだね。で、2回続けたとか、3回続けた。これ面白いなと思って、さあ、取ろうと決めたわけ。でも、一人じゃかわいそうだから、あと、このチームから誰かいないかなと思って、そしたら、まあ、住吉っていうこと、酒井っていう子がいてね、まあ、3人でおいでよっていう形にした。10人のうち3人、じゃあ、そこから取ったんですか？そう。だから、毎年10人って取るの結構簡単そうで大変なんですよ。で、一人でこさすと不安だろうから、まあ、二人っていうのが大体僕はいいと思ってんだけど。まあなんか言い方悪いけど、リーさんも意外と優しいんですね、そういうとこね。もう優しいっていうか、もう高校サッカーやりたくなかった時なんで。いや、でもあれでしょ。やっぱりその、まあ、裏というか埼玉から来る一人だったらちょっと心細いんじゃないかってことですよね、やっぱりね。そうね。だから、それはね、ずっとそうなんですよ。だから、小林義行と、確か戸田が同期だと思うんだけど、
で、まあ、いずれにしても小林慶之は体が小さくて、1メートル50センチ台しかなかったと思うのね。お、ちっちゃい先生だったんですちっね。ちゃかった。ちっちゃくて細くて。でも、なんかこう、感覚が面白いな。じゃあ、とにかく、この子は面白い。入れようっていうことで、で、監督さんに、すぐ行ってね、どういう成績ですかっていうのから入って、あ、学校のね。学校のね、いや、とても高いと思いますっていうことで、で、調べたら、やはり、相当高い成績だったんだけども、まあ、別に、普通に勉強したって、早慶ぐらいは行くなってぐらいな成績だと思うんだけどね。で、まあ、とにかく入学させて、3人揃って、で、まあ、いずれにしても、まあ、体も小さいってこともあるんだけど、いつも僕がそばに置いて育てた子なんですよ。練習どういうもこ一と？緒に、いや、高校1年生で一緒に練習もするんだけど、終わるといつも、そうだね、最短でも5分ぐらい喋るかな。で、いつも質問をしたり、言葉のキャッチボールをずっとしてた子なんだよね。で、今の質問は大体、どうと。大体、金銭的に言うといくらぐらいの価値だろうね、なんてからかいながら、最初は50円ぐらいですかね、なんつって。で、それを積み重ねていくと、だんだん大きな金額になってきたり、いや、リーさん、それは今1000円ぐらいの答えですとか、まあ、そういう、こう、言葉のキャッチボールをずっとして育てた子なんですよ。最初からそのコーチに入った時からその質問ができたか、彼はできたんですいや、そんなに喋れる子でもないし、そんなか？に明るい子でもないし、だから、その、言葉を引っ張り出してやんないと、キャッチボールにならない子なんですよ。だから、とても聡明で、こう、何でもこう、スポンジのような子だから、されど、受け入れないもんは受け入れないっていう、頑固さもあった。で、まあ、当院で順調に、育って、まあ、我々の、いいと言われる子はみんな駒沢に行かしてたんで。この時高校卒業した段階では彼は完成されてなかったんですか？そこで J リーグのクラブ行くってことではなかったんですまだまだ細かったし。か？で、J リーグ行ける行けないは、そんなことは考えてないんでね。まあ、小林慶之、まあ、とにかく大学行って、まあ、大学サッカーの中で、まあ、当院の卒業生ばっかりなんで、まあ、順調に行くだろうと。そうすると、彼が大学3年の11月ぐらいに、僕がヴェルディのオファーを受けたんで、ですぐ電話をして、で、どうなってると大学の成績はと。いわゆる単位どうなってると。だから全部取れてますって言うんで、あ、じゃあもうやめてヴェルディにいらっしゃいと。そうだったんですか。それで、まあ大学は大学で単位は取れてるんだから、まあ後で卒業証書を取りに行けばいいと思うんで、で、本人の了解をすぐ取って、で、小林のチームをヴェルディで作ろうと。そこでもう決めたわけ。小林選手を中心にチームを作るってことですよね。で、まあ、で、ヴェルディの関係者が行って、すぐ大学3年の12月、1月に契約したと思うんだけど、で、入ってきて4年生なわけだけど、まあ、授業は、行かなくてもよかったのかな。で、まあ、彼中心に、まあ、チームがどんどんできてくるんだけど、まあ、そこで2年一緒にやって、で、一緒にやってる間に一度膝を怪我して、ああ、もうできないかなぐらいな、僕はびっくりしたぐらいな膝の怪我をしたんだけどもね。でも、立ち直って、僕が出た後に、どこ行ったのかな？大宮アルディージャかなんか行ったんじゃないかな？あ、そうですね。それで新潟も確か行ったのかな？そうですね。で、まあそうは言っても、卒業したのでも、どうと一緒にヴェルディでやってきてるから、高校で卒業しちゃった人たちとはそんなに会う機会もないんだけども、やっぱりプロ選手として一緒にやった人間たちってのは、たまに連絡取ったりしてたから。で、選手を終えて、仙台の、そこも教え子の渡辺進君が監督やってたもんだから。で、小林慶之は2年目か3年目か、
の時にコーチで呼んだみたいだけどね。小林祐希選手って僕、まあ、僕も何回か見たことないですけど、非常にクレバーな選手って印象だったんですけども、代表で中心選手にならなかった、なんか、なれなかったってなんか理由はあるんですか？やっぱ筋力だよね。おお、筋力、ね。筋力がやっぱり強くはない。だから筋力的にプロ選手としては相当きつかったんじゃないかなと。それはトレーニングでは補えないものですか？まあ、もっと生まれた筋力っていうのがあって。そうなんですか？やっぱり、そうね。メッシの筋力ってやっぱり、鍛えられた筋力っていうよりももっと生まれた筋力じゃないですか。まあまあ。ネイマールなんかもそうだけど。まあ、復帰なんかまさにそうですよね。いや、復帰は、だからもう、まさに復帰なんか、もう生まれた時から違って、彼と同じトレーニングしたら復帰もどんどん上がっていっちゃうし、まあ、追いつかないっていう世界って、プロの世界には必ずあるんだけど、だから小林くんはどっちかっていうと、肉体派の選手じゃなくて、まあ、頭脳派の選手だよね。だから、まあ、シャビとか、イニエスタみたいなタイプ、あそこまでキュッキュッとはできないんだけど、非常に視野も広いし、なかなか、味のある選手だったと思うよ。まあ、よく順調に、育って、選手としては、ね、僕がもし5年契約ぐらいだったら、ちょっと違った方向になったかも、もっと良くなったと思うんだけど、2年だからね。で、僕がいなくなると、僕の後に松木が監督やったり、まあまあ、いろんな監督と出会っていったんだろうから、それはそれで彼の人生にはプラスになっただろうと思うんだけど、まあ、いずれにしても、選手としては、とても味のある、もっと評価されてもいい選手だと思う。つまり、作れる選手ですよね。DMO ですか。ノーノーノー。選手を作るっていう。選手を作る選手。ああいう、ちゃちゃ。選手って、もっと生まれてすごいやつって天才肌がいて、指導者と出会ってすごく良くなる選手。そういう意味なんだけどね。だから、まあ、小林祐希君なんかは、まあ、選手として、とても味のある選手だったと思う。これ、指導者になった時に、李さんには相談はありましたか？ない。で、まあ、いろいろ経験積み重ねていって、まあ、今年に監督になるわけですよね、今期からね。その時、李さんには挨拶あったんですか？ない。今回なんで見に行ったんですか？押しかけたんじゃないでしょうね。まあ、ちょっといろいろわけがあって。まあでも、一回ぐらい見に行こうかなという電話はしてたんで。で、まあ、まあ見に行って。まあ、ユン・ジョンファンが監督の時に彼がコーチで入ってるってことは、その、よく J リーグってね、監督がいて、コーチを S 級ライセンス保持者を必ず入れるんだよね。途中で交代した時に、その昇格するような形を取る。なるほどね。上げられる、ね。ここ数年続いてると思うのね。そうすると監督って不愉快じゃないかなと思うんだけど、あれ下から突き上げてきやがんな、みたいなあんじゃないかなと思うんだけど。で、まあ、1年2年、ユン・ジョンハンのそばでやってて、まあ、うまくやってたような話は聞いてたけどね、彼自身が。だから、そうね。で、まあ、監督っていう仕事って、なんか誰でもできそうな職業でもあるんだけど、実は誰でも成功する職業ではないんで、どうするのかななんて思ってたけども。で、監督の仕事ってね、何が一番重要かっていうと、まず、選ばれなきゃ監督はなれないわけだけど。もちろん。で、なんで僕を選んだんですかって聞くやつってそんなにいないんじゃねえかなと思うんだよね。J リーグの監督、すいません、監督やってくれませんか？わかりました。じゃあ、よろしくお願いしますで終わっちゃう人が大多数で、ちょっと待ってくださいと。僕をなんで選んだんですかと。僕のミッションは何ですかと。予算はいくらなんですかと。日本人の予算はどこまでですかと。外国人の予算はどこまでですかと。じゃあ分かりました。やりますっていうのか。じゃあ分かりました。それじゃできませんとか。
わかりました、できませんという人はあんまりいないと思うんだけど、つまり、編成っていうのが大事なんですよね。僕よく例えで言うんだけど、映画を作ってくださいと。お金持ってる人が映画作ってくださいと。戦争映画作ってほしいんですって言えばいいんだけど、つまり社会派の映画しか作ってないのに、戦争映画作ってください。ちょっとすいません、僕無理ですって。もしくは、じゃあ戦争映画作るなら、実写で戦車ってどんくらい用意できますかとかって聞くわけじゃないですか。つまりそれ予算じゃないですか。だから、例外映画しか作ってないのに、先生が作ってくださいって言われてるような世界だから。まあだからさ、チームが どういう方向で公益的なサッカーするのか含めてってことですか。方向性と予算ですよね。でも、社長さんはみんな素人さんだし、ゼネラルマネージャーっていう人も、どっちかって言ったら素人っぽい人が多いんで、それが今の J リーグが伸びていかない理由だろうとよく言われるんだけども、まあ、いずれにしても、小林くんが監督になって、どこまで自分の色を出せたか、編成をできたかっていうのは、ちょっとわからないけども、まあ見る限り、前年度見てないんで、去年、ユン・ジョンワンくんのサッカー見たことないんで、なんとも言えないんだけど、どうも周りから聞くと、去年まではガチガチに守って、守備的なサッ守ってカやるーで。サッカーから、今回はボールを動かしながらやるサッカー、小林くんがやりたいような流れはどうもあるみたいなんで、まあ、やはり監督が変わるってことはこうやって変わるんだっていうのを、まず一つあんのかなと。しかし、周りは結果で求めるじゃないですか。まあ、上がってほしいですよね。こんだけずっと上がってないからね、ジェフはね。だから、まあ、彼がまだ監督として一番やんなきゃいけないことは編成なんだけど、どこまで編成ができたのかなっていうのは、ちょっとよくわからないね。レイさん、この間、4月29日土曜日の、千葉対大宮の試合をスタジアムでご覧になりましたよね。この時の感想っていうのはどのように、小林監督がやりたいサッカーができてるなと思われました。まあ、片鱗は除くわね。ああ、ボール動かして、やりたいんだなと。緩急を作りながらやりたいんだなと。で、そういうのはやっぱり見ただそえのるね。中の、その武器というか、それにふさわしい選手が揃ってるかどうかですよね。李さんはどんなふうに思いました？それに関しては。どうだろう。まず外人選手はいなかったね。まあ、面白かったか面白くなかったかっていうところでいくと、やっぱりゲームとしては面白いわけですよ。いわゆるゲームっていうか勝負としては面白いんだけど、その中身をこうやって凝視すると、やっぱミスがものすごく多い。それからすごいなっていうプレーが、90分の間に1、2本あったね。でも1、2本あったんじゃないですかね。お、いいぞっていうな感じのはあったけど。でもやはりもっともっとこう流れるように、ボールを動かしながら、どっちから攻めようか、どこでスピード上げようかっていうのが僕の見方だから、それができるっていうのは、なかなか両チームとも厳しかったんじゃないかな。だから応援団見てて面白かったのは、こう、ホームなんだから、例えば、レフリーがホームに不利に吹いたら、バーッと言うとか、大宮の応援団もすごくて、もうずっと声を出して応援してくれてんだけど、大宮にとって、不利な笛吹かれたらやっぱりわーって言うとかっていうことは、両方ともあまりなかったかな。だから、試合を見てるっていうよりも、とにかく応援はしてるんだけど、もっと試合に対して厳しく見てあげるといいなと思って見てたんだよまあだからホームだからそれをね、後押しする形にしてほしいですよね。ね、ホーム本当はにしね。てもアウェイにしても、スタジアムがよくできてるというか、サッカー専用スタジアムで、僕初めて行ったんだけど、で、どちらかというと、仙台のスタジアムによく似てて。で、すごく声がこう、わーっと広がるんで、多分選手もやりやすいスタジアムだなとは思うんだけども。そこでもっと応援もね、もっとこう、プレーに対して、こう、称賛したりね、
ブーイングしたりっていうのがあった方がいいんじゃないかなって僕は思ってるんで。まあ、福割は結構見やすいじゃ見やすいです。確かにね、やっぱりね。うん、見やすいんだけど、だから、応援団もすごい、こう、熱狂的でね、これは監督プレッシャー大変だなと思いつつも、でもやったらやっただけ評価されるだろうし、で、やっぱりまだ結果求めるよりも、こう中身を見てやって、これ微妙な矛盾なんだけど、いいことはやってんだけど、負けちゃうことってサッカーにはよくあることなんですよ。まあまあ、ありますよね、それもね。すげえいいゲームしてんなと思って、コロンとやられちゃったりね。ひどいゲームだね、このゲームなんて思ったら、ポンと勝っちゃうとかね。ただトーナメントじゃないから、だからリーグ戦なんで、こう、やっぱり一年通してどうだったかっていう評価をしてあげるべきだろうと思うのね。まあ、そこの偶然で一喜一憂しないってことですもんね、やっぱりね。そうね。だから、今成績がいいからって続くとも思わないのね。だから J2 って今、町田が1位だとか、首位ですね。首位だとか、長崎が首位だとか、まあ、ジュピロだ、清水だと。で、この4チーム、もしくはジェフなんかも含めて予算がたくさんあるって言われてるんだけど、実際のところは僕は見てないけど、やっぱり予算イコール、そのいいことしてるねっていうふうに、なっていくといいなと思ってんだけどね。まあ、ジェフの小林くんに関しては、少し波に乗れなかったみたいだけども、非常に一番最下位の方にいたけど、ちょっとずつ勝ち点取れてきてるんで、今16位になってますね、今ね。もうちょっと、整理されていくと面白いかもしれないなと。で、僕ら中はわかんないじゃないですか。外人の問題もそうだし、その怪我人がどんくらいいるのかもわかってないかまあ、ら、変遷もね、そんな外に出さないですもんね、やっぱりね。なんか、見えにくい部分があるんで、とにかくまあ、初めて福割に行って、まあ、俗に言う教え子の子が監督をやってんのを見て、さあ、リーさんどうですかって突きつけられても、どう言ったらいいのかななんて、ちょっと戸惑うわね。まあ、やっぱ意外とイギリスさん優しいですね、言い方もね。まあいいですけど、普通です、普通。小林監督から試合後になんか連絡とかありましたか？リーさんなんかアドバイスしました？いや、僕はしましたよ。今日ありがとうね、っつって。席とか用意してくれてたんで。試合についてはなんかリーさん言いました？アドバイスは。なんであの選手使うの？って聞いたら、こうです、ああですっていうか、ああ、そうなんだと。ちゃんと理由があったわけですよね。理由があったから、なるほどね、と思って。だから、まあ話してずっと行くと手前味噌だけど、やっぱりリーさん大変な苦労してたんですねって改めてそんなこと言うし。ベルディの時とかね、特にああ、ね。ヴェルディもそうだし、ずっとね。そういうもやっそうでぱすよ監督ね。業ってやっぱり大変なんですよ。勝てば官軍で、負ければお笑いボコですよ。勝てば英雄だし、一夜にして英雄になり、一夜にしてお笑いボコになる職業なのにもかかわらず、監督さんっていう今 J リーグの監督やってる人たちが、なんか会社員みたいな雰囲気になってきちゃった感じはするんだよね。だから僕はどうせクビになっちゃうんだから、自分の哲学を、自分の論理を、その選手にやってもらうってことが一番重要なんじゃないかなっていつも言うんだけどね。だから編成が大事だっつって。まあ、今後ね、李さん、またこの J2、J1、J2、J3 含めて言うと、李さんのいわゆるその教え子がたくさんいるわけであってね、ちょっと今後、そのあたりの試合も見に行ったら面白いかなと思うんですけど、いかがですかね。いや、田崎さんが行こうって言ったら行きますよ。まあ、やっぱり相模原、戸田監督のね、試合とか、ちょっと見てね、李さんに見てもらいたいなと思うところありますけどね。だから、彼のところもハイライトでチラッと見てるけど、徐々に勝ち点にはつながってないけど、やはり徐々に固まりつつあるかなと思うけど。でも実は固まって勝ち点取れて満足するかどうかっていうと、戸田君はアグレッシブだからもっと行きたいだろうと思うかね。自分のサッカーどうですか？小林慶喜君のはどっちかって言ったら芸術家的で、戸田君なんかの方が野心家的で、で、米山君って今、どこ行ったんだっけ？さぬきでやってんのかな？トヨタの監督、だから、あそこはあそこでまたちょっと大変な部分があるんだろうけど、
うんうん。お金で渡辺くんは渡辺くんで山形でまた、そうですよね。変えなきゃいけないから。だから、結構苦戦してますよね、山形もね。うん、でも、だからすごく選手を変える仕事ってすごい大変なんですよ。うん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 。で、最初から編成からやってても大変なのに、うん、途中から当てがい縁の人材でやるわけだから。うん。うん。だからこれもまたこれで大変だけど、ただ、まあ、経験になりますよね、うんうん。渡辺は仙台で山口で経験してるから、うん、うん、立て直せるんじゃないかなと。落ちないだろうというところまでいけんじゃないかな。うん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 。とりあえず今年に関しては、今期に関してはですよね。うん。うんうん、だから、その、長谷部くんなんかは福岡で、うん、まあ、中堅どころというかね、うんうん、もう飽きちゃうんじゃないかななんて思って見てんだけど。次のクラブに。もうそろそろ他に行ったらみたいな。うん、だからそれぞれがこう、みんな人間的に特徴があるんで、うんうん、どれがいいか悪いか、誰がいいか悪いかではなくて、うんうんうん、まあ小林くんは非常に表現力っていうのを、こう非常にこうきちっと、なんていうのかな、うん、角が立たないように喋るっていうか、うんうん、戸田くんはもうちょっとアグレッシブに喋るかな。リさんと大違いですよね、それね。何とでも言ってくださいよ。あの、リーさんのサッカーに一番近いのって教え子関係誰ですか？それはわからないね。うん。まあ、その時ももちろん組み合わせもありますけどね。うん、ただ、やっぱり編成できちっと自分のやりたいサッカーを、うん、こう形に表すことって、言葉で言うのは簡単なんだけど、うんうんうん、強化部がそんなことやってくれるかどうかって問題も出るから、うんうんうん、やっぱり監督が一度やりたいから、はいはいって従っちゃうのがほとんどでしょ。うんうんうん、でも、自分の成功、サクセスを作んなきゃいけないんだから。うん。それが結果、うん、あの、それで判断、評価されますもんね。その。だからみんなね、うん、ライセンス取って、監督のライセンスを取ってね、うん、なんか自分が、世の中変えれるんだ、チームを変えれるんだ、手品師なんだ、魔術師なんだと思っちゃうんだよ。うん、最初はね。大の人間はそんな簡単には動かないって。うんうん、で、そこがやってみて、初めてわかることで、うん、だから、まあ、僕の教え子って言われる人たちも、うん、僕とサッカーの議論をしたり、僕と理論構築で勉強会をやったわけじゃないから、うんうんうん、必ずしも彼らが僕に近いかどうかはわからないけど、うんうんうん、僕の、ね、選手引退後に僕のとこ集まってきて、サッカーの勉強会やりましょうよとかっていうのはないね。うんうんうん、ただ、見に来る人はいますよ。うん、ウイさんの練習とかね、うんうん、だから今治で、今治東っていうのをちょっとトレーニング冬の選手権に向けてね、うんうん、だから渡辺くんなんかやっぱ見に来るよね、うんうん、自力でね、うんうんうん、だから渡辺くんはいつもいつもそのもがいてる感じはするんだけど、うん、かといって来ないからもがいてないとかっていうことじゃなくて、まあみんなそれぞれありますよね。みんなそれぞれ何か自分の中でやっぱやっていきたい、うん、見せていきたいってもがあるんじゃないかな、うんうんうん、でましてや人は言うじゃない、あ、リーさんの教え子じゃないとかさ、うんうんうん、まあ嫌な人いるかもわかんないですよね。うん、そういうこと言わないでよっていうのもいるじゃない、それは。だって僕だって嫌だもんね、そういうこと言われると。そうなんですか、教え子って言われる。だから、で、まあ、それがね。選手と監督っていう立場じゃないですか。同じ監督と監督での勉強会っていうんだったらまた違うんだけど、リー派閥みたいになって、もう1ヶ月、あの、1年に何度も勉強会やってるっていうようなことだったらまたちょっと違うんだけど。うんうん、まあ、そうじゃないですもんね、うん。そうじゃないから、あんまりそういう表現が嬉しいのかな、嬉しくないのかなって言えば、うんうんうん、あんまり嬉しくはないんじゃないの。まあ、くくりでみんなね、メディアとかどうしてもそっちの方が面白いんで、リーさんのところの卒業生というかね、やりたくなりますけれどもね、それぞれみんな違うキャリア歩んでますもんね、うん、やっぱりね。で、今メディアっていうか、インターネットで物を書いてる人たちだって、僕のこと知らないじゃないですか。うんうん、怖い、怖いからね。怖いんですか。怖がってるんじゃないですか、みんなで。いやいや。いや、だから経歴だけ見てくれてもね、うんうん、面白い経歴なわけだから、うんうんうん、で、いわゆる、その、なんか主張して物を書きたいなら、うん、会いに来りゃ、ね、うん、気に入れや喋るし、気に入らなきゃ喋んないわけだから。
気に入られるようにくりゃいいじゃねえかって話じゃないか、それは。まあまあ、今の世代は、叱られたくない人たちが多いんで、やっぱりね。だからまあ、そうなのやっぱり。いや、いわゆるこたつ騎士じゃないんですけど、対面じゃない人が多いので、ね、やっぱりね。対面が苦手な人が多いのでね、うん。特にサッカーライターとかっていうのはね。なかなか難しいと思うんですけどね。うん。いや、だから、まあ、じゃあ、とりあえず、うん。うん、こうやって、こうやってなんか、リーチャンネルでもやってるとね。うん、みんなが覗きに来てくれて、うん、その田崎さん的にリーさん怖いからっていうのが消えてくれりゃいいなと思ってやってるわけだから。いやいや、まあまあ、それは僕もリーさんの怖さをちょっと薄めようかなって、せっかくだしね、別に、いろんな人が取材して。俺大体田崎さんに言われるのはブラジル嫌いとかさ、怖いとかさ、うん、それ違うって俺ブラジル嫌いじゃないって。うんうん、そうね。まあそうだ。それは言ったからでしょ。うん。それからもう一つは、ジェフだろうが、まあ、いろんなチームに見に行こうっていうなら、まあ、大いに見に行ってね。うんうん、だから、なんか一試合ぐらい見たんじゃどうかなと。なるほどね。うん、確かに。そうですよね、うん。その時のいい悪いはありますもんね、その試合の。うん。だから、ああ、監督の色がね、どんどん出てきてるなっていうには、やっぱり時間かかるって。うんうんうん。だけど、実はキャンプの1日目の1時間が一番重要で、うん、あ、この新しい監督は噂以下だなとかね。お、新しい監督は噂以上だなとか、うん。うん。選手だって新しい監督ってのは、リサーチはするじゃないですか。うんうんうん。まあそこで一発かますのはリーさん得意ですもんね。やっぱり石塚選手も。いやいや、かますんじゃなくて。違うんですね。ただものじゃないよ、これは。みたいなさ。かせかますって言うんですよ。だからさ、かますでもいいんだけど、うん、あ、この人とやると俺絶対うまくいくなとかさ。うんうんうん。うんそういうような。うまくなるなって言うんですよね。うん、そういう雰囲気というかね、うん。うん。それをバレないようにやるのも監督の仕事の一つだし、うん。うん、まあ表現悪いけどバレないとかっていうよりも、いや、本当にこの人とやってよかったなと。うん。つまり人生と一緒で出会ってよかったなっていう人がどんくらいいるかっていうことじゃないですか。うん。だから僕は縁とか運とかってあると思うけどね。縁とか恩とかね。うん、ありがとうございます。今日はいい話でしたね、リーさん。じゃまたちょっと。また、さらっと喋ると褒めるし。また、じゃあちょっとまた試合見に行って、またリーチャンネルやりましょう。行きましょう。はい。はい。どうも。小林くん頑張れみたいな話ですね。ありがとうございました。はい